2021年明けましておめでとうございます。というわけで、新しいですね、年が始まりました。当チャンネルでもですね、まあいろいろとね、今年も動画を更新していけたらなという感じに思っております。まあ動画以外にもですね、いろいろやってるんで、そちらの方もね、しっかり充実させていけたらなという感じに思っております。まあ特に目標っていう目標はないんですけども、まああえて言うのであれば、高い更新頻度を保てるようにしていけたらなという感じに思っています。というのもね、やっぱりね、喋りたいこととか出てくるんですよ。そうなったら、あ、ちょっと動画に撮ってなんかシェアしようみたいな感じになってるのね。なんかもうそうですよね、シェアするっていうのがもう当たり前になってきてるっていうのが非常にいいのかなという感じに思います。自分だけね、情報持っててもしょうがないので、皆さんこういうのありますよとか、これどうですかっていうご提案がね、できればね、いいのかなという感じに思ってやっております。まあ当チャンネルですね、いろんな方のですね、コメントとか募集してます。これはこうだよとか、あ、こういうのありますよみたいな感じで、なんかいろいろねコメントで教えてもらえればね、さらなる成長につながるのかなという感じに思ってます。まあもちろんですね、厳しいコメントをいただいたら目を通して笑ってますんでよろしくお願いします。まあいろんなねコメントをいただければ、できればね褒めていただければ嬉しいですけども、まあ今年もですね、相変わらず同じようにスマートフォンだったりですね、いろいろそういったガジェット系のですねものを紹介していけたらなという感じに思ってますって言いたいんですけども、別にレビューアーとかじゃないんで、あ、最新のスマホが出た、買ってレビューしなきゃって、そんなタイプじゃないんですよ僕は。どっちかっていうと僕のスタイルは、あ、昔スマートフォン欲しいなと思ってたんだけど買ってなかったな、じゃあ買うかみたいなスタイルね。で、古いもの買ってきて、ちょっと皆さんこういうのありましたよ、面白いっすよねみたいな感じのご提案ですね。最新機種とか一切紹介するチャンネルじゃないね。もうスマホもですね、もう3年ぐらい前から新機種買うのやめてますので、もう中古のね、もう 1,2 万ぐらいの安いやつを買って遊ぶっていうのが僕のスタイルであり、このチャンネルの方向性ということになっておりますので、ね、まあそこら辺ねご了承いただければなという感じに思います。とは言いつつ、新品を買わないと言ってるわけではないので、そこの辺もよろしくお願いしますって感じですね。あとはですね、まあ今年はガジェットに限らず、もうちょっとなんか幅を広げていけたらなっていうのも正直あります。昨年ですね、ガジェット以外のものをちょっと紹介したりっていうのもあったんで、そういうのをですねこのチャンネルに取り入れていけたら、もっと成長につながるのかなという感じに思ってますんで、まあ主にガジェットしか紹介しないかなと思いますけども、あ、珍しいっすね、こんなもの紹介するんすねみたいなものが紹介できたら、まあいいのかなという感じに思ってます。あと僕は楽なスタイルでやってるんで、あ、今日動画出さなきゃ、明日分の動画作らなきゃみたいな、そんな堅苦しいことやってなくて、暇な時にスマホでポチポチ動画作ってアップしてるだけなんで、今年も続けられそうかなという感じに思います。やっぱね、頑張るぞーっつってやるとしんどいっすよね、本当にめんどくさくて続かないんですよね、そうやると。なんで、まあ正直な話、もう気楽な気持ちでやるっていうのが長く続けることの秘訣かなっていうふうに僕は思っているので、まあ今年もですね、無理せずに楽に続けていけたらなという感じに思ってますんで、動画が投稿されなかったら、あ、めんどくさくて休んでんだなぐらいに思っていただければいいんじゃないかなという感じに思います。というわけでですね、1月1日でございますけども、明日からもですね、動画をいつも通りアップしていきたいと思いますんで、ぜひですね、ご視聴いただければなという感じに思います。以上です。お疲れ様でした。